トルネードは HJ 文庫より2009年4月に刊行されたいぶき明による日本のライトノベル作品。イラストは式同士が担当している。カポエラの使い手であるミニスカート姿の美少女が街や学園の猛者たちを打ち破る姿を描いた格闘アクションノベル。カポエラは逆立ちして相手を蹴る技があり、スカートの場合パンツが見えてしまうのだが、 本作のヒロインは制服で逆立ちを行う。逆立ちや派手な曲芸的な動きを繰り出す格闘技カポエラをスカート姿の女子がやると素晴らしいことになると着目していたいぶき秀明だったが当時は異なるジャンルの作品を手掛けていたためこのアイデアは心に留めているのみだった。2008年の夏、いぶきはホビージャパンの坂手と別件で談話中に 上述のアイディアを出した。サカールジは、プロレス、格闘技、武術について造形が深く、息吹が考案した、カポエラを使う女子というワードだけで、本質を理解し、後に正式に企画書が提出されることとなった。企画書には、コンセプトの説明として、合法的なパンチラが可能と書かれていた。そして、イラストは、式同人が描くことに決定した。 本作に登場するカポエラの技名は、スタジオタッククリエイティブが出版した、華麗に舞う格闘技カポエイラ入門、ヘジナを参考としているが、炎上寺七味が使うカポエラは、作中で説明されるように、独自色が強く、現実にある流派や団体に属するものではないと、伊吹が本作の後書きで説明している。玉田を狙った男二人を秒殺している。 数少ない目撃例は夕方から9時までの間に集中している。SR、ありがとうございます。